ラルナカ城は、キプロスのラルナカにある城である。町のメインストリートである、フィニコーデスプロムナードの南端、地中海に面して建てられている。この地に城が初めて作られた時代は、諸説があるが、ビサンティン時代の12世紀後半と言われている。ジェノバ共和国が島で最も重要な港であった、ファマグスタを奪取した後、ラルナカの港はそれに変わる。 新たな主要項として注目されていた。キプロスがフランス系のキプロス王国の支配下になった後、1382年から1398年にかけてビサンティン時代の城を改築して増強し、町と港を守る機能を向上させた。オスマン帝国下の18世紀には、城の重要性が下がり、廃城に近い状態であったという。 18世紀初頭にこの地を訪れた探検家アボットジョバンニ・マリチの記録によれば、城は廃墟になっていたにもかかわらず守備隊はまだ常駐していたとされている。第一次大戦時の1914年から1918年にかけてドイツ軍に占拠され軍事施設として使われた。その後、再び大英帝国軍の管轄下に戻り、1948年まで、 牢獄として使われ公主台も設けられていた。1955年から1964年の独立戦争ではギリシャ系キプロス軍の収容所として使われていた。現在、ラルナカ城は博物館として一般公開されている。城の北側の部分の2階建ての建物はオスマン帝国時代のものであり、入口の上にはオスマン時代の碑文が刻まれている。 城の東側と南側部分の建物は、さらに古い時代のものである。北側部分の建物の2階、入口のすぐ上の木座橋には展示室が3部屋あり、4世紀から16世紀の時代の出土品や、ビサンティン時代の壁画写真、中世の陶器、近代の金属食器や銃などが展示されている。城の中庭部分には、大砲が展示されており、中には、 中世のものもある。ありがとうございます。